長吉、中田からケビン・コッツァー、ケビン・コッツァーのシュートは決まった。エンドワン、宇都、ここはよく守った福岡。さあ早い攻撃になっている白戸へスリーポイント、ケビン・コッツァーが自ら行きましたが、ここはシュート決まりませんでした。さあムボジへのパスが通って、エンドワン、ショットクロックとリメイニングタイムはほぼ同じ。ここでジョーダン・グリーンが打つ、決まった。ジョーダン・グリーンスリーポイント。さあその変わったばかりの三森、ジェームス、ピックアンドロールから三森が決めました。オフェンスリバウンド、ジョーダン・グリーン、阿部が打つ、決まった。阿部のスリーポイント、ジョーダン・グリーンから石橋が打つ、石橋のスリーポイント、4点差を追いかける展開になっています。奈良です。ムボジ、ムボジのシュート決まった。小牧、柳川が打つ、決まった。柳川のスリーポイント。しかしまたオフェンスリバウンド、もう一度白戸、これも落ちる。今度は柳川がリバウンド、シュート打つ小牧、決まった。スリーポイント。おっと、このイージーバスケットを落としてしまいました。白戸からスローター、バスケットカウント。あ、そしてここでムボジがファール。重富から石井、リバースショット決まりました。重富からナイスパス、そして最後中田からジョーダン・グリーン、ジョーダン・グリーンからスローター決まった。ジョーダンが打つ、落ちる。リバウンドは宇都。さあ速い攻撃になっている、うわー決まった。ジェームスシュートを打つ、落ちる。リバウンドを抑えたのは長吉、前を走っている本田。ここでブザーが鳴りました。試合終了。